片足立ちになってバランス取ります、はい、もしバランス崩れたら、はい、スクワットしたら戻りましょう。はあ、はあ、崩れた時は、はいはい、これでバランスを取りましょう。もも疲れたら反対足入れ替えてもいいです。へ、手は自由にしてください。もう、あ、全然まだね、全然余裕です、はいはい、全然余裕です。この片足立ちって実は1分間行うだけで45分の有酸素運動効果があるんですよ。この片足ってすごい下半身が鍛えられてるんですよ。あ、今こうやってる、こうやってるだけでも、じゃあお年寄りの方って歩けるけど片足立ちできない人多いじゃないですか。歩けるけど片足立ちができない、つまずいちゃう人とか。もうこれを1分間いろんなメニューしてるだけです。でも全然いいね、はい、だって変えていいんだったら。うわ、そうね、はい、まあ、だんだんきつくなりますからね。ああ、そうですか、はい、OK です。じゃあ今度は片足立ちです、はい、でこのまま足をバランスこうやって崩しながら、手足自分で振って、はい、バランス取りましょう、はい、おお。はい、自分でバランスを悪くさせます。もしバランス崩れたらスクワットで帰りましょう。もう全然、俺これが続ける人って体幹がとかってあるんですか。やっぱり体幹が悪いとバランス崩れちゃう、あと俺自分に甘いからな、崩れそうになったらそんなにしない。そうそう、バランスもういろんなところに足を持って、はい、バランス崩したらスクワットです。外を歩くってなると大変じゃないですか。はいはい、ウォーキングシューズ履いて運動しやすい格好になって、それでまた暑いですしね今。そうですね、あら、こっち、あ、そう、えって言うてあるんですか。そう、こっち全然ダメだ、まだ同じ足ですよ。え、あ、変えてダメなの、まだ同じ足、変えてダメなの、変えてな、はい、OK です。わお、はい、次反対足です。いや、こっちやばいね、利き足ってあるんだな、反対。あ、ちょっと疲れてきた、すごいな、結構疲れるんですよ。疲れますね、手足あっちこっち動かしてバランス取ります。こっちすごい苦手、うわー、ほんとむず、バランス崩したらスクワットです。スクワットの回数が多いね。もうちょうどいいところでバランス崩してるんです。あ、ダメか、そうそう、スクワットしたらできない。そうですよ、スクワットして疲れてくると余計にバランス取れなくなるんで。疲れてきた、疲れてくるとバランス崩れますからね。ちょっと待って。結構長いですよね、1分が。1分超長い、長い、結構お尻の方が疲れてる、来てます来てます。すごい。今度は5秒目安で足を入れ替えましょう。シャッと足入れ替えます。はい、はい、もう水平まで上げたら5秒ぐらいでパッと入れ替えます。はい、お腹しっかり力入れて、お腹に、はい、お腹力入れないとできない、パッと入れ替えて、あ、手が逆だった、さっと入れ替えて、はい、そのパッと入れ替えるときに体幹に力入るんで、あ、じゃあそのスピード感も大事なんですね、入れ替えるときの、シャッと入れ替えて、はい、シャッと、はい、ピャッと止まります。ここちょっとおかしい、こんな感じつきますね、は
ボウリングの球を投げる感じで戻ります。え、どういうことですか。え、ちょっときついですよ。ボウリングの球を投げるイメージです。で戻ります。バランス崩したらスクワットです。あ、そうか。そうです、ボウリングの球を投げる。これ結構きついですからね。うわ、難しい。いいですね、いいですね。いいですね。お尻に効いてますね。効いてますね。あ、はい、もうマイペースでいいですからね。もう疲れたら休んでもらっていいですからね。でもこのひねるのがウエストにもこう来てる感じが。ウエスト来ますよね。ね、お尻の横にすごい効くんで。すごい、ここがすごい効くんで。ここがもうお尻がプリッとします。はい、休みましょう。はい、しっかり休んでください。しんど、しんどあれもついつけんだよ。あ、ついてない。あ、逆、逆足です。あ、そうか。あ、どちら、逆足シャッキョ。いい、むずい、むずい、もうマイペースでいいですよ。体に歪みがあると片っぽきついんですよ。歪んでます、ね、歪んでるんだ、ね、むずい。そこ、あそこまで息をしっかり吐いていきましょう。ここへ着くですか。あー、ケツ来てますね、これね。来てますね。調子ですよ、バランス取れてますよ。もう1時間以上歩いてる感じです。あ、もう全身の脂肪はもう燃えてきてます。あ、痛い。で今度は中腰で右左逃げましょう。楽に逃げましょう。右足左足って大事にします。体重割りして、はい、結構低いの疲れるんで、たまに膝の高さ変えてもいいです。はあ、はあ、ちょっと膝の高くないですか。大丈夫ですか。呼吸を戻しましょう。あ、ここはもう休めるのかな。はい、もう止まっててもいいですし、呼吸を戻していきましょう。汗が出るね。出ますね、吹き出ますね。脂肪が燃えてますよ。あ、じゃあラスト種目でいきましょう。はい、ラ
よ。頑張れ。最後は普通に歩きましょう。あーやった。できればももフリーヘンまで上げましょう。あーなんか見てる皆さんとやってると思うと頑張れる。あーそうね、なんかね、うん、向こうでやってる人がいると思う。そうですね、名向けられないしね。あーすごい汗出ましたね。出ましたね。うわーすごい。今回コラボでこういった撮影をあと2本撮るって思うだけでゾッとします。すぐにしましょう。あーこれで最高。すごい。ちょっとね。はい、お疲れ様でした。タートルも中島家チャンネルさんに出てますので、説明欄からチェック。